不気味な動きで坂道を転がる。恐怖の卵。上から押すとプシュプシュとへこみ、指を入れるとガブリッとかじりつく。ういーいーあー、早速作っていきましょう。まず折り紙を裏返し三角に折ります。折り筋をつけ広げます。90度回しまた三角に折ります。折り筋をつけ広げます。手前の角を中央に折ります。さらに中央に折ります。さらにさらに中央に折ります。合計3回中央に折ります。しっかりと折り筋をつけてください。折りやすいように全体の向きを変えます。こちらの角も中央に折ります。さらに中央に折ります。さらにさらに中央に折ります。このような細長い形を作ります。ここまで作ったら全体を広げます。この部分開くと小さい三角が真ん中にあるので、これをつまんで前後に引っ張ると広げやすいです。このように横の折り筋がたくさんついています。これを90度回し縦にします。そしてまた同じ工程を繰り返していきます。手前の角を中央に折ります。さらに中央に折ります。さらにさらに中央に折ります。しっかりと折り筋をつけます。折りやすいように全体の向きを変えます。こちらの角も中央に折ります。さらに中央に折ります。さらにさらに中央に折ります。このような細い形を作ります。ここまで折ったら全体を広げます。
このようにマス目状の折り筋がたくさんついています。手前から1、2、3本目の折り筋で折ります。さらにこの角のところにあるこの折り筋で畳みます。1、2、3列分このように畳みます。奥も同様に奥から1、2、3、3つ目の折り筋で折ります。さらにこの角のところの折り筋で畳みます。このような風に折ります。左の角をこの部分に合わせて折ります。このように奥の角はこの白い四角の半分で裏側に折ります。このように折ります。全体を持ち上げ、このように丸くし、この右側2列を左側のこの部分に差し込みます。このように差し込んでいき、この三角が隠れるまで、白い三角が隠れるまでこのように差し込みます。この差し込んだ端の部分の左側、ここをしっかりと折ります。そしてこの差し込んだ端の部分、このように四角くしておきます。この反対側も折り目を使ってこのような四角い状態にします。四角いボックス型にします。このように持ち、この四角の真ん中を軽くへこませて、このように三角に潰します。そしてその奥、このように四角を出し、同じように両方からつまんで三角にへこませます。さらにここの手前、ここも同じように三角につまみます。そうすると1、2、3、4、4つの角ができます。この手前の角つまんで、手前に折ります。さらに奥にも折ります。このようにして鋭くします。その奥の角も同様に、手前と奥に折って鋭くします。同じようにこの角も手前と奥にしっかりと折って鋭く、最後の角です。手前と奥に
折って鋭くします。1,2,3,4 4つの角をこのように折ります。向きを変え、こちらも同様に折っていきます。まずこの四角、真ん中を少しへこませ、三角に潰します。その奥、このように四角を出してから三角にへこませます。さらにここの手前、三角にへこませます。角が 1,2,3,4 4つできるので、この角を手前と奥にこのように倒し、鋭く折っていきます。このような形を作ります。こことここの折り筋は折らずに平らにしておきます。こうすることで楕円形を作ります。向きを変え、こちら側、こちら側も同様に、こことここを基準に折っていきます。まず基準となる部分、ここを三角にへこませます。奥も三角にへこませます。手前も三角にへこませます。そしてこの4つの角をつまんで手前と奥に折って鋭くします。手前と奥に折って鋭く、手前と奥に折って鋭く、手前と奥に折って鋭く。向きを変え、最後の部分です。この基準となる真ん中のところ、三角にへこませ、奥もこのように四角を出し、三角にへこませます。手前も三角にへこませます。そしてこの4つの角をつまんで手前と奥に折って鋭くします。根元にしっかりと折り筋をつけ、尖らせていきます。これで両側にトゲトゲができました。このトゲがない部分、平らな部分をこのように内側に入れ、この折り筋とこの折り筋がこのように合うように、このように中に入れます。さらにこの外側の部分も倒していきます。この時にこのようなピンセットなどがあると便利です。このようにつまみながら倒しておくと、さらにきれいに倒せます。このぐらいまで倒します。
繰り返してこちらも同様に倒していきます。まずはこの横の部分、そしてこの曲がった部分、このように中に入ってしまった場合は引っ張り出します。このように横がへこんでしまった時も中からピンセットなど入れ、このようにふっくらさせます。これで恐怖の卵の完成です。上から押してプシュプシュと気持ちよく沈み込ませることもできます。さらに指を入れるとわーと食いつきます。さらに中にビー玉を入れ坂道に置くと不気味な動きで下り降ります。ぜひ作ってみてください。